あった、頑張りすぎて疲れた。私ね、割と血管出てる人なんですよ。だから腕まくりするのはずい。男っぽいんですよね、腕。ほら、こう力入れたらね、出るの普通に。気持ち悪い。ダガ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 ダン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 ダ
は日が昇る場所、希望の道は歩け。リバリバリバ横たわるリバ、運命のリバリバリバ、試されるリバ、前を見せるな、根性見せろよ、ためらないまっすぐ一歩踏み出せよ。ビリオンセチェ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 チ握力強そうだった。握力ないんだよね強そうに見えてないんだよね。割とないんですよ。疲れた。マジでダイエット頑張るダイエット頑張る。疲れすぎて今無心かもしれない。今無心かも知れない。ごめんなさい。それで天空を留守番してたもんね。眠くなってきた。どんぐらい走った？10分ぐらいずっと走ってて、でもなんかそんなね、ずっと走んないといけないって知らなくて、そうなんか755でさ、走り続けた方がいいのかなっていう時は休憩してた時なの。でも最近毎朝あの起きてすぐコーヒー飲んで、起きてちょっとしてコーヒー飲んで、空腹状態でウォーキング1時間するようにしてるんですよ。まあ40分ぐらいかな。なんか25分以上50分未満がいいみたいなネットで書いてて、だからもう間を取って40分とか45分とか、まあ40分ぐらいかな、大体朝散歩してるんですけど、お仕事の前に。そう、有酸素運動してて、であとは家で筋トレとかもしてるんですけど、でなんか今日、まあ、今日の朝もねやって、そのウェルシア行ったんですけど、ウェルシア の, あの当選した方とだけ の, あのオンラインイベントさせていただいたんですけど、ありがとうございました。楽しかった。 MC でしたでまあ、やって、でその時になんか差し入れをいただいたんですね、ウェルシアさんから。でキャラメルで、まあ、1人1本だったので、も帰る時に私たちが最後の配信でなんか余ってたのね、ちょっとだから、あ2本目もらっていいですかって、で2本食べちゃったので、帰りの電車でね、よくよく考えたらキャラメルってめちゃめちゃカロリー高いくないと思って、そうカロリーめっちゃ高いよなと思って、そうちょっとやばいじゃん自分ダイエットしてんのにと思って、帰って走りに行ったんですよまたでそのジョギングウォーキングは朝してるんだけど、ジョギング走るやつはやったことないから、そうなんか調べたらそれも30分ぐらいがいいみたいな、25分ぐらいから脂肪が燃えやすくなって、まあ40分とかした方がいい、30分40分した方がいいって書いてて、待ってと思って、これって30分走り続けないといけないのって思ったんですよ。でも30分間合計走ればいいのかなと思って、私5分走って休憩、まあ歩いウォーキングして、5分走ってウォーキングしてみたいな感じしてたのね、歩いてみたいな、走って歩いてを繰り返してたの。でもこれもしやってやってる意味なかったら嫌だから、ファンの人に聞こうと思って755に載したのね。でももう結局
なんかいろんな人に LINE で聞いたら、走り続けないと多分意味ないかもみたいに言われて、ああもうそれだったら歩こうと思って30分歩いてきました40分ぐらいかな。6時何時からの、5時何時から始めたっけ忘れたけど、まあとりあえず 3,40 分歩いてきました。朝も歩いたし、夜も、夜っていうか夕方も歩いて、今日はめっちゃ健康。明日の朝も早起きして、明日は午前中からお仕事なんだけど、そうだから結構早起きしないとな。そう結構割と早起き、明日7時とかに起きるかも。寝る前にストレッチしてね。そうストレッチもしてるし、筋トレもしてるし、筋膜ローラーもしてるし、食事制限もしてるし、半身浴もしてるし、水をたくさんいっぱい飲んでるし、そうめっちゃ頑張ってる卒業公演までに。そうで歩くときは大股、普通の歩くより大股で、腕を振ってお腹に力を入れるといいみたいな、おへその下に。そうってなんか書いてたから意識してる。頑張ってます、頑張ってます。そうなんか今日さ、そのモニターで自分の顔が映ったんですけど、映るじゃん。自分の顔めっちゃブスすぎてめっちゃなえた。だからもうそれで、わあもう本当に自分デブでブスじゃんと思って走ったっていうのもあるけど、ちょっと本当に痩せないとやばい、本当にブサイク自分でも。そう言ったらなるけど、でも最近走ったりとか、それこそ食べたいもの我慢とか頑張ってるから、努力しないよりかはしてるから、努力はしてるから、まあ可愛いと思っとこう。でもちょっとね、顔すっきりなったかも。顔っていうかなんか全身、そう卒業公演まで間に合うかな、あと2週間、2週間本気ダイエット頑張ってます。もう顔のね、この余白がいらないんですよね。ちょっと頑張る、頑張る卒業公演まで。雨が上がったよ、お日様にありがとう。体絞り込むのか。そう絞り込みます、間に合う。そうでも一日一食の時はやっぱ痩せたのよ、むくみもないし。だからご飯食べないから、そうむくむ食べ物がないから、ご飯一日一食やってた時は足もめっちゃ細くなったし、ウエストももちろん食べないから細くなるし、よかったんだけど、なんか健康あの続かないからさ、まあ2週間だったら頑張ったらできるんだけど、まあ5日前ぐらいからかな、一日一食にするのは。10日ぐらいから1日1食にしようかな。エネルギー、まあでもさ、その1日1食してた時は本当に仕事があのもう短いやつでたまにしかなかったからできたんだけど、今はねちょっとお仕事がねあったりするから、1日1食はしんどくて2食にしてます。朝起きてもうコーヒー飲むから、コーヒーが本当に1食分になっちゃうから、コーヒー朝飲んでジョギングし、あ歩いてウォーキングして、でその後にヨーグルトとフルーツをいろいろ入れたものを食べて、でそっからお仕事とかいろいろまあやらないといけないこととか、まあ、今日はお仕事、昨日もなんだけどやって、で夜ご飯みたいな感じ。そうでもね全然しんどくない。でも今日も朝起きてコーヒーでしょ、でリンゴとバナナとヨーグルトを混ぜたやつで、でその間にあの食べちゃったあのキャラメル2本食べて、でさっきお腹空いたからサラダチキンを半分食べて、でその後に今からご飯でしょ。そうだからコーヒーなんだ、紅茶のイメージ。そう私もコーヒー別に飲みたくないんだけど、なんかそのウォーキングする前にコーヒーを飲んでからの方が脂肪燃焼がすごいみたいな書いてて、だから飲みたくないけどコーヒー飲んでます。
そう、コーヒーさ砂糖入れないとめっちゃ苦いんだよね。砂糖入れたら意味ないのかな。もう本当に苦い。砂糖半分とかにしようかな。あの1本あるじゃん、それの半分だけ入れるみたいな。アイス、そうアイスコーヒー飲んでる。もう本当にコーヒー嫌い、苦い、めっちゃ苦い。どうしたらいい。コーヒー苦い、めっちゃ苦い。でも痩せるって思ったら、そう朝頑張って早起きしてます。ブラックコーヒー、そうブラック、まだ赤ちゃんだから、お子ちゃまだからさ。砂糖じゃなくて牛乳で割って、あーあり、牛乳で割ってみようかな。それってなんていうの、カフェオレになっちゃうのかな。そう、まだまだお子ちゃまなんですよ。コーヒーってミルクとか砂糖入れない方がいいんだよね。ね、砂糖入れるならもう飲まない方がいい。そうだよね。コーヒーは苦くなければ、あ意味ないんだ、もうそういう飲み物なんか。でもコーヒー飲んだ方がいいみたいな書いてたから、飲んだ方がいいのかなみたいな。え、牛乳半分入れたらカフェオレになる、カロリー高くなるかな。雨が上がったよ、夜ご飯が楽しみ、早く食べたい夜ご飯。うほうほうさん、ありがとうございます。そうだね、そう10日ぐらいから追い込もうかな。あと4567891、あと6日後から追い込みます。食事も頑張って。そう、さすがに卒業公演はやっぱ一番綺麗な姿でね卒業していきたいし、そうやっぱ見に来てくださる人、ファンの方にさ、やっぱ一番綺麗な姿をさ最後に見したいじゃないですか。そうだからもうほんと卒業公演ぐらい、もうだから終わった後はめっちゃ爆食するだよ、もちろん。多分今無理しないで、私もういつ無理すんのって感じになるから。てかでも別に今無理してないよ別に。そう頑張る頑張る。頑張ります。ネイル、あーネイル今日やんないとな。今ベージュとこのキラキラ、コンサート仕様のこのキラキラにしてるから、全部ちょっとキラキラ取って違うネイルにします。トッポさんありがとうございます。ありがとう、みんなギフト。ウホウホさんもありがとうございます。埼玉のおじいちゃんさんありがとうございます。北海道に春が来たよ、なぎなぎ中さんありがとうございます。天使閣さんありがとうございます。ライムさんありがとうございます。 YSA さんもありがとうございます。あーね、ネイルってみんな見てんの？ネイルみんな見てる？ネイル自分でしてるの？なんかこれね、ジェルネイル、セルフで家でできるやつ。私どうせさ、このゴテゴテとかをさつけたいと思うタイプじゃないのね。可愛いなとは思うけど、なんか爪の上にさ、このなんか蝶々とか乗せてる人いるじゃん、ビーズとかラメとかいろいろ。でもね、私ね、髪の毛とかに引っかかるのが怖くて、その凹凸があるものつけたくなくてね、単色にしてる。見てる？見てんの？写真でよく見てる。うわやっぱ見るんだ。いやちゃんとしよう。三浦みのるさんありがとうございます。あやねちゃんのとか見ちゃうね。めっちゃ可愛いね、あやねちゃんの、あやねさんのやつ。地下鉄では人のネイル見たりする。見るんだ。私もちゃんとしよう、ネイル。目元のキラキラは見えるけどなって。でもね、今日普通にキラキラ入れてないな、メイク今日。ネイル ちゃんとしよう。じゃあやっぱなんか男の人ってさ、ネイルとか見てないかと思ってた。なんか今みんなネイルしてない？エイトのメンバー。やっぱ大人になるとさ、ネイルするよね。だから私も単色だけど
指が綺麗に見えるからやるようにしてます。でも高校卒業したからさ、その規則とかないから。そうてかね、もうめっちゃ今日ね話したいことあるの、みんなに聞いて。なんかね聞いてだって。なんか最近人と話すときに、聞いてほしいときとかは聞いてって先に前置きで言うようにしてます。今みたいにね、今日めっちゃ聞いてほしいことあるの、聞いてとか。そう、そしたらさあ、聞いてほしいんだってなるじゃん。でもさ、私ってさめっちゃ喋っちゃうからさ、うわもうめっちゃ喋るやんって思われないようにね、聞いてって前置きをするようにしてます。どう、うざい？これ、いきなりさね、聞いて、今日めっちゃ話したいことあるの、聞いてって言われるの嫌い？みんなうざってなりそうじゃない？うざってなるよね、うざってなるよね、やめる。かわいい、あ、かわいいなら言います。そう、聞いてほしいんですけど、なんか最初はこうか、最初だけかい。そう、なんかなんだっけ、なんだっけ、そう、最近めっちゃディズニーに行きたいので、もうディズニーにずっと行きたくて、もうこれはさ、コンサートのレッスン期間のちょっと前ぐらいから言ってるじゃん。あのチーム B 公演があったぐらいの時から、この間前出演した先月の、もうそこのちょい前ぐらいからもうディズニーに私ずっと行きたくて、ディズニーと焼肉ね。で、焼肉はもうママとかと行きたいんですね。ディズニー、もう本当にディズニーに行きたくて、もう最近あのディズニーのなんかディズニーテーマパークソングって調べてお風呂の中とかでディズニーの聞いたりとか、そう、朝とか朝にさウォーキング行くって言ったじゃん。で、朝聞くのよ、エアポッツでイヤホンで聞いたら、もうね、そこがねディズニーに思えちゃうの。ウォーキングが、ウォーキングの場所がディズニーに思えちゃって、超ハッピーで歩ける。そうそう、私音楽中毒なのか、なんか音楽をその常に聞いてないと嫌なのよ。嫌っていうか、なんか落ち着かなくて、移動中とかも音楽聞くし、あとお家で一人でいる時とかも、まあ寂しいからまあ聞いたりとか、まあママがいても全然かけてるんだけど、まあ、お風呂とか洗顔してる時とかもずっとかけてるんだけど、そう、まあとりあえずかけてるんだけどさ、そう、そんぐらい音楽が好きなのよ。だからその BGM ずっとディズニー。どう？ディズニー行きたい、もう本当にディズニー行きたい、夢の国に行きたい。そう、ディズニーに行きたくて、でももしかしたら5月に行けるかもしれなくて、そう、わかんないけどね。5月っていうか今じゃんってなるけど、その卒業公演終わってからもしかしたら行けるかもしれないので、もし行けたら嬉しいけど、それもさ、なんか確定してないからさ、行きたい、ディズニー。曲流しながらセリフ言ったりはしてない、さすがにしてない。東京ディズニーランド、ディズニー行きたい。ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、ジャンボリミッキー、はいはいはい、僕らの元気なリーダーはミッキーマス、ミッキーマス、ミッキー、ミッキーマス、強くて安い、あ、待って、やばい、めっちゃ歌っちゃった、あぶねー、バンされるとこだった、あぶなあぶな、こんなんでバンされたくない。来週が空いてるかもね。来週はダメ、来週はダメ。来週はダメです。卒業公演終わってからじゃないと嫌です、気持ち的に。卒業公演終わってから、わお、終わってからがいいかな。
終わってからがいいです。ディズニーにカップルで行くとその男女は別れるんだって。だって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 じゃあさ、ディズニーで私が見かけたカップルみんな別れたのかな。でもあるよね、なんか文化祭でさ、なんだっけ、文化祭でお化け屋敷一緒に入ったら別れるとか。観覧車乗ったら別れるとかあるよね。ないから大丈夫。そういうあれ結びつけてるだけだよ、勝手に。一緒に行ったから別れたんだって。ティーンさんありがとうございます。でもめっちゃ別れるやん、ディズニーてか観覧車とかも乗っちゃダメになる。タラン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 タ。井の頭公園ってどこにあるの？代々木公園めっちゃ良かったな。すずと行ったんだけどさ、カラスにやられちゃったけどね。吉祥寺だって。井の頭公園って何があるの？ボートで。上野公園にもさボートない？あれって何時からなんだろう。なんか東京の公園巡りしたい。ジャンボリ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 あるよね。ボート乗りたい。でもさ漕ぐの面倒そう。すずだったらめっちゃ漕いでくれそうだからすずと行きたいな。すずめっちゃ漕いでくれそう。レミちゃんと上野公園で桜お花見っていうか桜とか屋台とか一緒に行ったんだけど、その時にねボートがあって、ここでボートできるんだって話したんだよね。上野公園、上野公園なんかあれちょっと奥行った方、池のところで。でもね夜っていうかもう時間が6時とか7時とかだったからさ、もうやってなかったけど、やってたら乗りたかったねって言って。地元に帰ったらすずもあんまり会えなくなる？いやー、まあ、定期的に会おうと思えば全然会えるよね。東京に来る予定結構あるからね。まずお話し会で来るし、だから月1は絶対来るんだよね。7月8月までだから、その時にすずんちに泊まって遊ぶ、会う。新宿御苑は行ったことある？ある。新宿御苑行ったね。のんのんたちと一緒にお花見したかな、2年ぐらい前に。れいちゃんのツンデレよかったよ。嬉しい。めっちゃ緊張っていうか不安だったから嬉しいな。今日 CD 届きました。よかったです。大切にしてください。こんばんは。だってこんばんは。じゃあこんぐらいで終わろっかな。ランキングを読みます。13位きよしさんありがとうございます。12位もちらぶさんありがとうございます。11位ハウさんありがとうございます。10位はピンクカメオさんありがとうございます。9位はタンニーさんありがとうございます。8位はまぼろしさんありがとうございます。7位はベベモンさんありがとうございます。6位はセッキーさんありがとうございます。5位はアンジュヨンカムパンガットさんありがとうございます。4位は YSA さんありがとうございます。3位は天使閣さんありがとうございます。2位はウホウホホさんありがとうございます。1位はライムさんです。ありがとうございます。ありがとうみんな。
イエーイ。じゃあ明日もお仕事頑張ってきまーす。またね、おやすみ、いい夢見てください。バイバーイ、またね、ありがとう。